食べちゃおう食べちゃおう食べちゃおう。うんうん、辛い。皆さんこんにちは、しがみなです。ブブーン。お仕事終わりです。本日はね、午前中に仕事を終わりまして、現在時刻は1時です。今日もね、スーパーカブに乗って駅までね、通勤してきているので、これからバイクに乗って帰宅しようかなと思います。それじゃあちょっと駐輪場まで歩きます。それで知ってるよっていう人も多いと思うんですけど、私茅ヶ崎みなみ、普段はね、看護師の派遣のお仕事をしてまして、人手が必要な地域のね、スポットに行って看護師をするみたいな、そんな仕事をしてます。ちょっと最近ね、寝不足気味でボンチョの姿をね、お見せしちゃってるかもしれないんですけど、今日もね、自分を癒すべくシゴオアグルメに行っちゃおうかなと思います。あ、駐輪場が見えてきました。それじゃあね、カブに乗る準備をして出発したいと思います。しがみなの動画というわけで、帰宅です。の前にご飯です。お昼にお仕事が終わると気分がハッピーライフ。それでね、今からどこに行くかというと、タタ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 テケーン、スイッ、もうごたんめん中本です。私茅ヶ崎みなみ、実はね、辛いもの好きなんですよ。いつも動画で甘いものをね、食べているので、ちがみなちゃんって辛いものいけなさそうってね、思われること多いんですけど、実はね、結構辛いものもいける口でして、好きなんですよね。甘党だし辛党です。それで蒙古タンメン中本は辛いラーメンがね、とても有名なんですけど、私ね、今までね、実は一度も食べたことがなくって、本日ね、実は初挑戦なんですよ。おー、なんでちょっとね、激辛ラーメン食べきれるかちょっと心配なんですけど、前からね、食べてみたかったお店なんで行っちゃおうかなと思います。ってことで到着でーす。あ、想像以上に人気店だ、ここ。あ、着いちゃった。少しタンメン、もうごタンメン、ちょっと到着したはいいけど心配になってきたわ。しがみなの動画、はい、ってことで蒙古タンメン中本にやってきました。ここはね、秦野店なんですけど、今から人気の蒙古タンメン食べてみたいなと思います。それじゃ行ってきます。ちょっと心配、ちょっと心配。これにしよう、悩ましすぎる。来ちゃったよ、蒙古タンメン来ちゃったよ、来ちゃったよ、来ちゃったよ、来ちゃったよ。辛いラーメン楽しみすぎるんだけど、どんな感じなんだろう。謎いよ、どうしよう、緊張してきた。食べれるかな。いや、食べれると思ってるよ、思ってる。初体験蒙古タンメンってことで、どのくらいの辛さかちょっと未知数すぎて若干不安ではあるんですけど、楽しみたいと思います。しがみなの動画、もうね、見るからにめちゃくちゃうまそうなんですよ。食べちゃおう食べちゃおう食べちゃおう。どのくらい辛いかはちょっと未知数なんですけど、もう食べちゃいたいと思います。それじゃあ、ひとまずコーラ乾杯をしちゃいたいと思います。皆さん乾杯、いただきます。コーラうまし、疲れた体に染み渡る。これ初の蒙古タンメンを食べちゃいたいと思います。いただきます。うん、うん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 、あ、辛い、うまし、うまし、うまし、いい感じのピリ辛ぐらいなんだけど、二口目、うん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 、辛っ、うん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 、スープも飲んじゃう。あ、ちょうどいい辛さ。この麻婆みたいなとかも食べてみます。麻婆ゾーン、麻婆、こんな感じ。辛い、想像以上に辛い、むせそう。待って、想像以上に辛いけど、辛うまなんだけど、でもちょっと麻婆は辛すぎるので、スープに薄めて食べたいと思います。
後から辛さが寄ってくる。バター入れといてよかった。キクラゲ入ってるパターンなんだけど、ラーメンにキクラゲ入ってるパターンめっちゃ好きなんよ。食べます。ちがみなの動画、汗かいてきた。汗脱いだら白いわ。どうしよう。まあ、いいや。暑い暑いよ。麻婆が想像以上に辛し。辛いところをさ、ちょっと混ぜて食べていく。なんか最初だとか思ってたけど、体が熱くなってきた。前髪が額にくっついてる。激辛天国になってきた。燃え上がる辛さで、ねえ、ちょっと悲惨なことになってるんだけど、ね、楽しみしすぎてたらすっかり忘れてた服のこと。やばい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 、シャツが大変なことになってる。どうしようどうしよう、こんな大変なことになるなんて思ってなかった。マジでちょっとやらかしたんだけど、でもいや帰ったら洗うからまあいいか。ちょっと夢中になって食べ過ぎちゃいました。シャツだったこと忘れてた。今からちょっと遅いかな。いける気がする。辛さが加速してる気がする。この蒙古タンメンって野菜側と麻婆側に最初分かれてて、最初ちょっとビビりながら野菜側ばっか食べてたんですけど、野菜側ばっか食べ過ぎちゃって麻婆のところ後回しにしてたら、今麻婆が押し寄せてきてる。激辛ゾーン没入や。ほら、あう。口がピリピリ言い出した気がする。今日頼んだの蒙古タンメンってやつなんですけど、これより辛いのもあるらしいんですよ。だいぶ厳しい気がする。なんかテカテカしてない？テカテカしてる。全体的になんか体がポカポカしてる気がする。ポカポカ&テカテカな気がする。蒙古タンメンごちそうさまでした。めちゃめちゃお腹いっぱいになりました。そして辛馬でした。ちょうどいい辛さで辛馬の領域にとどまるラーメンでした。多分私レベルの辛党だと、この蒙古タンメンの普通が多分ちょうどいいレベルだと思うんですけど、私以上の辛党の人だともっと上のランクがあるみたいで、そのラーメンをねチョイスするのがねちょうどいいんじゃないかなと思います。ちがみなの動画、はい、というわけで蒙古タンメン中本でした。めちゃくちゃお腹いっぱいになった。そしてちょうどいい辛さでうましでした。うま辛ラーメン日本一位みたいなね看板がねあったんですけど、マジでちょうどいいうま辛でした。今回はちょっと蒙古タンメンをね注文してみたわけなんですけど、それより上の段階の北極っていうラーメンがあって、多分激辛ラーメン好きの人はめちゃくちゃね楽しめるんじゃないかなと思います。でね、注文したのは蒙古タンメンプラスバタートッピングだったんですけど、多分バターがめっちゃいい仕事してた気がする。あれがあったからマイルドな辛さでね楽しめたんじゃないかなと思います。でも辛いもの食べるとさ、めっちゃ元気出る気がする。仕事終わった後の私の表情とかちょっと死んでたなって思って、それに比べちゃお仕事からの解放からの株で部分からの蒙古タンメンズルズルってしたらめっちゃね生き返った気がします。やっぱご飯は世界を救う。ここから先も四合はグルメ楽しんでいきたいと思います。そしてシャツがちょっとねどえらいことになっちまったんで、落ち着いたら速攻で洗うと思います。それではね、最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいねって思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってるので概要欄からフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。